はい、えー、こんにちは、佐藤です。はい、こんにちは、幅ももです。はい、えー、今日はですね、えー、幅ももさんと、一緒にですね、うん、まあ、ちょっとスカイプという形で。まあ、僕と、おしげさんが、しんにいて、はい、えー、幅ももさんが、東京にいるという感じで、対談を取っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃ、あの、まあ、早速なんですけど、まあ、幅ももさんについてって、昨日ね、僕らは取ったと思うんですけど。そうですね。はい、あの、今日は、あのー、幅ももさん、うん。 で、どういう人なんだろう ?IQ セラーって、みたいな、ちょっとそういうざわついた感じもあるんで、はい。浜本さんが、あの、まあ、サラリーマンをやられて、まあ、某、日本一の大学とか、いろいろ、まあ、大学院とかでしたっけ卒業しながらの、その後、大手企業に、えー、入られて、物販始められてっていう、ちょっと、どんな形でやられてたのかなって、ちょっとお話ししてもらってもよろしいですかね。はい。 えっとですね、物販を始めたのがあの今からちょうど5年前ぐらいでしてであの当初、なんかあの副業で会社以外からお金が入ってきたら快感だなとそういう軽い気持ちであの始めてみようと思いました、えー、でで当時、ちょうどそのタイミングで、まあ、VBC の前身に当たる GBC という仕組みが立ち上がったので早速、まあ、タイミングがよかったの、ね、で、はい、入会してみました。 まあ最初はお小遣い程度みたいな感じだったんですね。やっぱいきなり始めるとこう苦労というかあの分かんないこととかもあったと思うんですけどどんな状況でスタートしたんですかえっとですね初めはなんかとりあえずまずヤフオクとアマゾンのアカウントを取ってみてとりあえずなんでもいいからあの仕入れて販売してみようというまあそ あの利益出なくてもいいから販売してみようというそういう形で初めて見ました、ね、そこで実績はどうだったんですかってやってみてそうですね、まあ、初めはあの全然売れなかったですけど、やっぱりアマゾンで初めて1個売れたときにあのあのビ,ジあのビジネスレポートであのダッシュボードがあるじゃないですか、あれがピコーンって立ったとき、リアルですね。<laughs> それで、まあのーまあ、結構、ね、いろいろ転売やられてる方とかいろ,いろいろいらっしゃると思うんですけど、幅真央さんもそれ最初、はい、全くアカウント作るところからもちろん始められて、それで初めての、はい、まあ売り上げも立って、それで、はい、まあどれぐらいの期間で、なんかどんなタイミングでこう、はい、なこれいけるというか、なんか当たったみたいなのがあったんでしょうか。はいはい、そうですねあのー まあ、3ヶ月ぐらいで結果を出されたおしげさんには全然及ばないんですけどあの僕があの結果が出始めたのはそれから1年半後ぐらいの,あの2014年の年末ぐらいでしてでアメリカのアマゾンでの販売を始めてたんですけどアメリカで1個売れるジャンルを見つけましてで、まあ、ライバルも結構いたんですけどそれ以上に売れていくスピードが速い。 ジャンルの商品を見つけましてそれであの月賞100万円近くに行きましてでこの商品も,もうちょっと深掘りしていけば長期にわたって月賞200万300万といくかなという形でこれでもう会社辞めても生きていけるかなというまあ道筋が見えてきたというかそのような感じですねええー、なるほどなるほどでもあの結構あの普通の人だったらあのなんですかね すごい、エリート街道に行かれてる、ハバマオンだったと思うんですけど、<え>そこであのー、<え>脱サラしようっていう考えが浮かんだのは、相当嫌だったんですかあの会社が、なんか嫌な思いがあったとか、<え>人間関係だったとか、どんな状況だったんでしょうかえっと、そうですね、あのー、ま、ああのー、 おしげさんとの佐藤さんとの対談で幅真帆さん、合理的だというお話があったと思うんですけれども、あのまあ、会社員と会社員っていうのはあの合理的を追求すると、あのまあ、結局、どんなに頑張っても給料ってあの、まあ、ボーナスがちょっと上がるとか、そのぐらいなので、そう考えると、一番合理的なのは、できるだけ残業せずに最低限の成果を残すという。 あの、うん、僕はもうこれを会社に時代ずっと追及してきたんですけれども、うん、上司からいつものように怒られそれを怒られててでしまいには何か君の仕事が質,あの質が悪いのは残業しないしないからだというなんかそういうお叱りの言葉を受けたことがありましてこれ聞いては、まあ、<laughs> 本当にカチンときてこれはもう1年以内にやめてやるぞと思って本当に1年<ー>それから1年後にやめましたね。<ー>やっぱりじゃあ簡単にその 自分の考え、まあ、いや簡単に理不尽というか、い、まあ、ても面白くないみたいな、はい、だからやめてやろうみたいな。そうですね、会しあのーまあ、物販っていうのは頑張れば、せ結果出せば出すほど収入上がっていくんですけれども、うん、会社員っていうのはもう収入ってもう決まってますし、うん、どんなに頑張っても全然いいことないっていうのが、もう見えてるんだっていうことですね。そううですよね、逆を言うと今のの自分たちの物販 望んでる物販だと<っ>まあ動けば動くほど自分で数字として返ってくるっていう方を選択したみたいな感じですよね、はい、そうですねはあ<ー>あ。かおしげさんどうぞどうぞ幅真央さん他にもいろんな副業あったと思うんですけど、はい、なんでま物販を選ばれたんですか、はい 物販です当時あの、最初はですねあの、副業をやろうと思ったのは、アフィリエイトをやってみようと思ったんですよ。で,すであの、まああの、ブログとか書いてますけれども、まあ、同時進行でやってて、結構、うんまああの、継続してやるのは自分は得意な方で、毎日継続してやってたんですけども、全然成果が出なくて、あのアフィリエイトってせいぜい。 グーグルアドセンスとかやってるんですけど、多くても月1000円しか儲からないんで、はい、物販の方が全然桁があの違うあの、桁が違うので、<ー>物販の方が簡単に成果が出るなというふうが自分で証明してしまいましたね、あと、なんかその物販の方が成果が出るっていうプラスアルファ、結構よく言われてる融資とか、はい、追加融資とかも望まれてると思うんですよね。はい ここに対しての今、お考えとか、はい、まあ言える範囲で、ちょっとどんな考えなのかなってちょっと共有してもらってもよろしいですか。はい。えっとですね、<laughs> あの、融資に関しては物販はものすごく相性が良くてですね、あの、単に仕入れが、 他のビジネスと違って仕入れがあるじゃないですかなのであの、仕入れがあるからあの借りるっていう口実をものすごい作りやすくて、であの売上げ上げれば上げるほど、あの利益率が低くてもあの売上げ上げれば上げるほど仕入れが増えてくんであの、融資の額もかなり多く出るのが物販の特徴で、非常に融資と相性がいいと思います。うんなるほどそれで、まああのミスター IQ 合理的幅もんると思うんですけどもそれでえまあ融資を融資額を大きくしてさらに言うとだからといってガンガンこうリサーチするわけでもないじゃないですかもうリサーチして一つのものとかも丁寧にゆっくりじっくりえ作っていくみたいなライフスタイルですもんねそうですねはいなんかあるんですかそれに対してこうやっぱ自分はこうのんびり行きたいとか しっかり昼寝したいとか、なんかそういうスタンスがあるんですか <laughs> そうですね、あのまあ、先ほど申し上げましたけどどの2014年の12月にあ,の、まあ、あるジャンルを見つけて、で、まあ、何回かモデルチェンジはありましたけれども、結局、その商品をずっと販売し続けてますので、あのもう3年以上経ちますけれども。あの 一つの商品ずっと販売し続ける方がもうリサーチするよりもリサーチしてなんかこれが出てまたライバル出てきたからまた次の商品だっていくよりもずっと楽なのでまああの一つ一つまあ数少ない SKU でやっていく方があのまああのまあ結局数少ない SKU でやっていく方があの SKU が多くてリサーチしてリサーチしてってやっていくと結局サラリーマンと変わらなくなっちゃうんで どっちの方がいいといとは思ます、ね、そこであれですもんねあの途中昨年でしたっけ ODM というか、はい、一部ちょっとスペック変更をするのに挑戦されて、はい、ある面ちょっと世界で、はい、え唯一の,、はい、あの商材をご自身が持たれて販売している状況でもありますもんねはいうんそうですねそこも今も売れてるって感じですもんね はい売れてません、はい、最高で日照どれぐらい売れてたんですか一日でえっとですねちょっとその商品もうその商品だけだとそうですね日照千ドルぐらいとかそういう日もありましたかねへえなるほどいいですねわかりましたじゃあ今後なんか物販やられる方まあ僕たち今後ちょっとっプロジェクトとか 一緒にプログラムを運営する方で入っていただけたらと思っているんですけど、はい、今後、まあ、物販を始める方、はい、まあ今、物販をされている方に対して、幅本さんに、どんなアドバイスとか、ありますか、はい、そうですね、あのまあ、先ほど言ったこととかぶるんですけれども、あのやみともに商品数増やすんじゃなくて、あのまあ、まず最初1個から、あのえーまあ、長期的に。あの まあ、コンスタントに売れる商品を見つけていただければだとそういうふうに思います。わかりました。じゃあ最後にですけど、まあ、先ほどの会話の中で、はい、あのおしげさんは3か月ぐらいで結構月商150ぐらい伸ばせて、はい、まあ幅間さんは1年少しかかったとっいうことだったんですけども、僕たちの,このプログラム、こうまあ、実績のあるメンバーでサポートできたなと思っているんですが、はい、このプログラムの魅力、はい、やっぱこの時間短縮になると思うんですが、はい 魅力というか、この羽馬さんの目線から見て、ちょっとお話ししていただいてもよろしいですか、はい、そうですね、あの僕はまあ1年半かかったとっいうのは、もうあのまあ、当時の GBC が,がもう手探り状態というのもありまして、まだあのノウハウとかがまだなかったということもありますけれども、あの去年の時点ではもう、まあ、GBC が、まあ、発足して、まあ、VBC に変わって4年ぐらい。 も立ちますし、かなりノウハウというものも蓄積されてきていますので、うん、えーまあで実績というものあのかなり稼いでる人の実績というのも出てきてますので、まあどうやればか最短距離で稼げるかというあサポートも充実してきているとは思います。あわかりました。うん、じゃあ今後も一緒にえっと全体盛り上げるように<っ>ぜひ今後よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいということで幅間さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。